シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。楽しみなコーナーでございますよ。やってまいりました、今週も楽しみなコーナー、ちょっと水を差すようなんですが、来週ちょっと皆さん厳しいので、みんな割と厳しめなので、みんな優しく過ごしましょう。わかりました、ね、6月でしたね。あなたも頑張ってる、あなたも頑張ってるみたいな感じで行きましょうね。価値風水のメールのおかげであんまり期待されてもさそうじゃない時だってあるからね。いや楽しいもんだ、単純にいいも悪いもね。だからそうそうそう、あの、うん、ごめんね、おしゃべりでねどういたしまして、慣れてますあのほら、いいねいいね、今週はいいね、来週はいいねって時とさ、気をつけなきゃいけない時もあるじゃない、うん、で気をつけなきゃいけないのがさ、もうダメじゃんじゃないからね。そうそう、気をつけていく必要があって、考える必要がある時だから、うん、そうやって受け止めてね、うん、そっちの方はよりなんか聞き、あれですよ、そうなの、うん、なんか聞く体制になる。むしろ気をつけるぞ、そう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 、みんな私は気をつけるんだよって、ね、あれかこれかそれかなんていうんだろうね。そんな気持ちで聞いていただきたいと思いますはい、まずはひなグループです。情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座、まあ、これいないのでね、いないですね、大急ぎでですね、なんかいくつかね、嫌なものを、まあ、こうそこからのけないとね、うん、全体がなんかいろいろ不具合が起こりますので、急ぎ、急いで、あ、そう、ね、こことこことここは整理するやらないと。ですが1週間多分ね、ここなのかここなのかここなのかってちょっと悩みますね。悩んでください。そうね、はい、悩む週っていうことで ね、はい。地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、ヤギ座、道な、はい、日中あのいつもとそんなに変わらないようにやっててよろしいんですけど、うん、来週に関しては普通に当てていいんだけれど、何このもったいつける感じ普通にやっててやるしかないのに、何かこううまくいかない感にこう、ああ思いに入ります。はい、わ、はいはい、かりましただからなんてください。かしこまりました心得ました今のね、言い方がすごくなるほどって思う時が多分あると思う。はい、風のグループです。伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座、たくさんいますよ。こちらはですね悪い顔になってます今あのこちらもちょっと足りないとことか、うん、多すぎることとかがいくつかあるので、そこをちょっと察知してみましょう、いろいろね、うん、で、やったのにまだあるじゃないっていうのを後半ぐらいで思うことが、やったはずなのにまだ足りてなかったのかって思う人です。結構すごいな今週はい、最後水のグループ、感情の星座ですね、カニ座、サソリ座、魚座。ここはね、先週も割とこうちょっといろいろ整理しなさいよって言ったのは、ちょっと残りを作業してるんですよ。そしたらですね、いきなりなんですか、ポポって火がついたみたいに、うん、これだけボンボンみたいな感じで行くの、行っちゃう感じです、ね、すごい、ここだけちょっとね、イケイケな感じ、それがいいかどうかっていうのがですねそうかそこが落とし所ですね。火がいっぱいなので、うん、扱い気をつけないと、うん、自分だけがギャーってなってて全然伝わってなかったりとかがあるので、うん、ちゃんと伝わってるかとかいろいろ見ながら、このぐらいか、このぐらいか、このぐらいかって炎を大きくしていかないと、なんだあれはってだけになってしまう。今日ちょっと伝え方が変わった伝え方になりましたよね。とても深いですけど、とてもわかりやすく。あ、そうですか。素晴らしいですね、キリンさん。みんなだから来週はで頑張ってるって、うん、みんな頑張ってる、どの星座も頑張ってるって、うん、ね、ね、励まし合いながら、支えながら、じゃあ過ごしてまいりましょう。そしていきましょう、はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。
読む、はい、うん、はい、入ります。クリステルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるのでしょうか。ね、クリスタルではコンシェルジュさん、あとコーナー担当さんでたくさんのね、メンバーが、ここでいろんな情報を発信してくれますが、本当に知らないことがいっぱいあってね、こんなことを考えてこんな風に伝えようとしているんだなっていうこともあるし、うん、素晴らしいよね。素晴らしいです、ね、本当に手を変え品を変えて私口々のように言うんだけど、うん、ラジオだから今日聞いてる人でラジオだけど今は後から見ることもできたり聞いた見ることができる、うん、でその貯められていた情報をまた偶然見る人、どこで見るか、で何回見るかで自分の、体の中、心の中、頭の中にストックされていくかで、うん、自分が必要な時にその情報って実はポーッと出てくるよね。そうです。速読ってあるじゃない、はい、あれって本当にすごい速さで本をね、うん、私が習ったのなんかさーってこのぐらいの速さでページをめくっていくのね、うん、でも映像で残していくんだけど、うん、でその後ね逆さまにしてまた同じこと言う、本を逆さまにして、うわ面白い。でもちゃんと必要な情報っていうのはね頭に入ってくる。で必要な時が来たら出てくる。だから人も本当はそういう能力があるので、いろんな人と話したりね、いろんなことを聞いたりとかってするのも全然無駄じゃなくて、必要な時になったら使えると思えば、いろんな人と大事にね向き合っていったらいいんじゃないでしょうか。そうですね、いい話だ、いい番組だ今日出ないなと思ってたんです。ちょっと今誘ってみました、はい、いい番組だ、よかったね、よかったね、皆様のおかげです、はい、クリスタルの本当にキーワードでお互い様にありがとうという言葉をね、うん、言いながら伝えながら、うん、毎回私はそこで本当にねなんか地味地味と幸せを感じるんですよ。そうですね、どん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 伝わっていったらいいなと思いますね、はい、さあ泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。また来週。今の流れ上手、ありがとうございました。お疲れ様でした。